ようこそ神竜王城へ。ここまで来ればもう安心よ。皆さんこんにちは、カンナです。さあ、というわけで第2章やっていきましょう。ルミエルの背に乗って王城までたどり着いたところですね。ここが王城、綺麗な場所ですね。まあ、何やら蛇竜復活の兆しが見えるということで、私は千年もの眠りから覚めた後、また戦わなくてはいけないかもしれません。あなたにはお帰りと言わせて。私はここに住んでいたんでしょうか。たとえ記憶がなくとも、私はいつかまたここにあなたを迎えたかった。お帰りなさい。ありがとうママ。ただいま戻りました。ありがとう。あ、そうよ、だって千年待ったんだから。お母さん、ダメね、嬉しくて涙が出そうだわ。ルミエル様。バンドレ、クラン、フラン、竜の森人たるあなた方にはお礼を言わないと。眠る我が子を守護してくれたこと、感謝いたします。もったいなきお言葉です。本当にもったいないお言葉です。嬉しすぎてまた相当するかも。褒められてしまった以上、今後も伸び続けるしかありませんね。それにしても驚いたわ、リトスの地に異形兵が現れるなんて。リトスの地っていうのは神聖な場所、一番神聖な場所のはずが。異形兵。異形兵でございます。あなたたちが草原で戦った敵のことよ。 でもなんか仮面かぶってそうだから、中身は人っぽいんだけど、そうじゃないのかな。あの化け物ですか。私は奴らが苦手です。見ると背筋が凍るような感覚が。クランだっけ。すごい顔してるな。そう感じるのは無理もないわ。あれは死した人間が悪しき力で蘇った。あー、なるほど。生ける屍。そういうことね。千年前の戦争でも蛇竜が刺激していた兵たちよ。なんかちょっと、ほんとちょっとなんだけど、ファイアーエンブレムイフっぽい感じを受けるな。幾千万もの超実月の間、このエレオス大陸は平和だったのだけれど、千年前突如として邪悪な存在が現れたの。それが蛇竜、名はソンブルよ。ソンブル、突然千年前、もう私の絶世紀じゃないですか、もしかして千年前って言ったら。奴がどこから来たのかだけはどれだけ調べてもついに手がかりがつかめなかった。まあ悪い存在っていうのは突然現れるようなもんだから。けれど戦を仕掛け、破壊の限りを尽くす者たる以上、私たちの敵であることに変わりはないわ。もしかしたら最初はいいやつだったかもしれないよね。でもさ、なんかちょっとそれが蛇っぽいモチーフだったっていうのが、ちょっとこう楽園というかね、ルシファーでしたっけ、をちょっと彷彿とさせますけれど。そして異形兵がはびこっているのなら、蛇竜が目覚めている可能性がある。はい、もう目覚めてるとおっしゃる。だからどこかで目覚めていて、まだ本当の力を蓄えてるみたいなね、状態なのかもしれない。あなたが同じ時期に目を覚ましたというのも気になるの。もしかして私ソンブルともつながりがあるのでは。もし蛇竜の封印が解かれてしまったのであれば、私たちは再び戦う覚悟をしないと。蛇竜を相手に戦うだなんて、寝起きですけどね今。大丈夫よ、奴はすぐには仕掛けてこないはず。王城には神竜の気が満ちているから、異形兵もやすやすと足を踏み入れられないわ。今のうちに策を講じましょう。紋章師マルス。ルミエル、久しぶりだね。待って、ルミエルともそういう仲なの。おい、タラシじゃねえか。どういうことだ。宣告は力を貸してくれてありがとう。なんだよ、彼氏だと思ったのに違うのか。僕だけでは何もできなかった。
思い出してもらえたおかげだよ。そうだよな、だってこれ男の子主人公だった場合話が成り立たなくなるもんな。もしかしたら他のみんなも同じように目覚めているかもしれない。どういう存在なんだろう。マルスって呼んでたけどルミエルって呼んでたってことは対等な立場であるっていうことなのかな。力を借りて戦ったみたいなこと言ってるから、結構どっちかって言ったら部下とか召使いとかいうよりも対等に戦う仲間みたいな感じの認識でいいのかな。そうね。他にも紋章師がいるんですか。あなたに伝えておくことがあるわ。私についてきて。でも紋章師12の紋章師ってことは龍馬とか匠はいないかってことだよね。さっき龍馬かな匠かなと思ったけど龍馬みたいな声だったから、あれ龍馬かなとか思ったけど匠かなって思ったけど、紋章師であるなら違うよね。ファイアーエンブレムはだって主人公だったもんな。あ、イフのね、イフは主人公が紋章を持っていたんじゃなかったっけ。ここは指輪の間よ。紋章師の指輪が安置されている部屋。もしかしてたくさんあって、今私が指につけてるのがマルスってこと。ここには他にも聖騎士の指輪、剣王の指輪、青き風空の指輪、そして聖王女の指輪、導き手の指輪があるの。マルスの宿る英雄王の指輪と同じようにそれぞれ紋章師が宿っているわ。ああ、なるほど。マルスのような指輪がそんなに。全部で6つもあっただなんて。いいえ、紋章師の指輪は全部で12。残り半分の指輪は他の国に託してあるの。ほう。危険だから。危険だから。危険。紋章師たちは12全ての指輪を持つ者に強大な力を与えてくれるの。エレオス大陸は代々神竜族が力を賜り、正しきことに使い大陸を繁栄させてきたわ。千年前の戦争でもその力のおかげで邪竜を封印することができた。なるほど。けれどそれゆえ指輪を求める者も多く現れた。強大な力は持ち主次第で善にも悪にもなり得るわ。だから一箇所にとどめずに別々の場所に保管しているんですね。力が与えられるのは千年に一度、そして今がちょうど千年目の時。時が来れば神竜が各国を巡り、王たちから愛と信頼を持って指輪を託されるのが通例よ。この儀式はもうすぐ私が執り行うはずだったのだけれど、邪竜も指輪を狙っていれば危険だわ。先に紋章師を権限されてしまうかもしれない。権限ですか。紋章師を指輪から呼び出すことよ。さっきあなたがマルスを呼んだようにね。その力は竜の血を引く王族にしか使えない。あなたは間違いなく私の子よ。でも邪竜もそれを使えるってことは、あ、そっか、邪竜は竜の血を引いてるか。そりゃそうか。あの時頭の中に呪文が浮かんだんです。呪文。輝け始まりのエンブレム。気がつけばその言葉を口にしていました。そうしたらマルスが助けに来てくれたんです。呪文でマルスを権限させたのね。その時あなたは何を願っていた。私はただクランとフランを助けたいと。そうだな。失うのは嫌だ、私が守りたいと、そう思ったんです。皆のためを思ったのね。これからも権限の時にはその気持ちを忘れないで。なんだろう、横島の気持ちだとそういう力は発揮できないとか、そういうことなのかな。奪うためではない、守るためにその力を借りたいのだと。いや、でももしかしたら邪竜がそういうことができるっていうのであれば、どんな気持ちでも強い思いがあればできるのかもしれない。はい、
次は実践の鍛錬をしましょう。神竜の王族としてやるべきことはたくさんある。あ、ごめんなさい、ちょっと間違えちゃった。ここなら存分に鍛錬ができそうね。紋章師の力がいくら強くても戦うのはあなた自身、その身と心が強くならないと紋章師も力を発揮できないわ。バンドレ、クラン、フラン、あなたたちはこの子を助けてあげて。まあ、私の力に影響されるってことなんだね。あくまで私が呼び出している。だから私の力が強くなれば最大限の力が発揮できるということだ。紋章師たちもね。しかし模擬戦といえどルミエル様に刃を向けるなぞ。甘いことを言っていると倒れるのはそちらの方よ。異形兵？もちろん本物ではないわ。訓練用に作ったものよ。材料は植物や岩だけれど、性能は互角。油断したら怪我では済まないわ。偽物でもやはり嫌な感じがしますね。他の訓練方法はないのでしょうか？ダメよ。戦場では誰も待ってくれないの。どんな敵でも立ち向かわないといけないわ。どうか逃げないで。あなたは私の子、皆を守る神竜なのよ。そうそう、すごい役割を任されてしまったような気がする。わかりました。まだ起きてから一日も経っていないの。大丈夫ですよ神竜様、私たちががっちりサポートしますので。なるほど。はい、フランの言う通りです。目線一つでいいように使ってください。ルミエル様と戦うのは気が進みませんが、お命令であれば仕方ありませんな。このバンド必ずやあなた様に勝利。みんなありがとうございます。頑張りますね。さあかかっていらっしゃい。はい、ルミエル撃破行きましょう。弓兵がいますね。射程の長い武器を持つ敵がおりますな。奴らは離れたところから一方的に攻撃してきます。どうかお気をつけくださいませ。近づいてしまえば大丈夫だけれども、射程1の武器を持つ敵からは反撃を受けませんが、隣接する敵へは反撃も攻撃もできません。なるほど。じゃあどういたしましょう。まずですね、危険なところを、危険なところをマークするのがどうだったかな。どれがマークやったっけか。こうだね。この人をやりたいかな。この人をこうね。いや完全にあれだよな。でも茂みに私入っているから、あ、普通にそこに斧を持った敵がいるでしょ。斧の敵には剣が有効な。今回武器の3組あるね。武器には相性があって、例えば剣は斧に、剣は斧に、斧は槍に、斧は槍に、槍は剣に強い。槍は剣に強いの。あれ、これ前回もあったのかな。もしかして相手に対して強い武器で攻撃すると体勢を崩すことができるわ。あれ前回あった。なんか前回さ、なかったなっていう印象だったんだけど、そうじゃなかったのか。ここは剣で攻撃してひるんだところを叩くのが効果的ね。ひるませられることもで、ひるませることもできるんだ。あ、ブレイクがある。おお。次まで反撃できない。マジ？剣は斧に、斧は剣、斧は槍に、槍は剣に強く、体術は弓と魔導書と短剣に強い。体術最強じゃない？はい、わかりました。じゃあ行こう。で、バンドレが斧持っとるから、私だって。でもバンドレさ、もしかして、あなた様の武器です、ね、ってことは敵と戦うか。待って、そしたら魔導じゃんこの子。だからこの子さ、あ、神竜様
僕は魔法を使うことができるんです。離れたところでも近くでも攻撃できて、守りの固い相手にもダメージを与えることができますよ。結局魔法強いからな。このユニット、この子が強いかどうかわからないけれども、魔法ユニットはまあ後半めちゃめちゃ大事だからね。さて、目線いただきました。攻撃ができますね。ゼロなんだけどダメだねって、やっぱちょっとあれだわ、私が行かないとダメっぽいわ。私が行こう。まあ、とりあえず戦おう。うわ、ちょっと待って、強すぎ。あ、マルスがいるの？マルスがいるんだけど。よくやったわ。今見た通り、剣は斧に有効よ。有効ね。体勢が崩れた敵はしばらく反撃してこないから、そこを狙ってとどめを刺すといいわ。オッケー。ブレイク、初ブレイクでございます。じゃあ魔導いけるんじゃないのこれ。全然あかんやん。今回は連携はないのかな。でよし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 、よかった。いいじゃない。おお、ある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 。ハート出た、ハート出た。よしよしよし。キャー、新入様、目線ありがとうございます。マジかよ、目線だけでキャーキャー言われちゃうのか。私はこう見えて戦いのサポートが得意なんです。回復の杖で怪我を治せるんですよ。基本的にイメージなんですけど、最初に出てくる回復キャラ最後までめちゃめちゃ強い説。それから隣で戦う味方をかばうこともできます。かばった後はちょっとひるんじゃいますけど、怪我をした時や怪我をしたくない時はぜひぜひ私に任せてください。なるほど。文句が使える杖は仲間をサポートする効果を持ったアイテムです。ライブ、はいはいはい、ライブが使えました。戦闘スタイル気候のユニットは隣接する味方を敵の攻撃からかばうチェインガードを使用できます。最大 HP20% 分のダメージを受ける代わりに味方のダメージをゼロにします。あ、最大だけなんだ。なるほどなるほどね。とりあえず行きましょうかね。大丈夫よな、ママの。普通にママ強くない？これママの範囲？ママの範囲は4つだ。じゃあ大丈夫だ。とりあえずこの人を倒さないといけないのでお願いいたします。じゃあちょっと待って、これあれだな、バンドで使っちゃいけないやつだった。そういうことか。畜生、倒されたぞ。はい、じゃあ私のターンじゃなかった、敵のターンだった。でも動いてこないので、え、これ茂み入ってるよね。うわ、マジか。とりあえず私が行くしかないか。ここは、はい、OK。そしてこれ、またこの子に来ちゃうからここで止めないといけないね。で、ここでチェインガードで、あ、隣接してなきゃダメなんだ。わー、私行き過ぎたな。そしたらちょっと、いや、これは行かない方がいいよな。いざという時だよな。誰に来る？私も見ているだけではないわよ。あ、私に来るか。さあ、かかっていらっしゃい。遠慮はいらないわ。わかりました、行きます。白の鎮静、はい、うわ、待って、これは泥試合になりそうだ。まずですね、魔導で攻撃いけるね。ルミエル様、ルミエル様に攻撃だなんて、ちょっと僕、そっとしそうです。そっとくんだ。
すぐそっとするやん。しっかりなさいクラン、狙いを外さないようにね。うわーいいね、いいね。そしてチェインガードしてみようかな。で私エンゲージ、マルス力を貸してください。さあ行こう、スターラッシュ、レイピア、行けー。うわー、私の手で。マルスの絆が、お、剣術1が解放されました。絆経験値がたまり絆レベルが上がります。新たなスキルを習得したり各種能力が上昇します。これ12の紋章全部でやるの、やばくない？すごいわみんな、戦い方の基本は分かったようね。バッチリよ。では次の鍛錬に行きましょうか。まだやるの？さて位置についたところで次の鍛錬を始めましょう。はい、ここからはより実践的な模擬戦を行うわ。ほう、これも使わせてもらうのね。何？ママの指輪？あれは聖騎士の指輪。こちらも紋章師を権限します。え、そういうことができる敵が出てくるってこと？え、もしかして戦わないとあれなのかな、渡してくれないのかな。もしかして全員音楽違う？私はシグルドだ。シグルドさん、力が必要ならおじよ。わ、なんか、ママにぴったりだわ。紋章師シグルド、強者の風格ですね。紋章師はそれぞれ能力が違うのよ。異なる紋章師と共にいれば異なる力や技を使うことができるわ。紋章師シグルドにはマルスとはまた違う強さがあるということですか。気を引き締めていきましょう。なるほど。まあちょっと経験値を。牙の敵がいるね。僕のレイピアは牙に対して有効だ。僕とエンゲージするとレイピアが使えるようになるから、戦う時は試してみるといい。ただ3ターンだからね、エンゲージ最初は使わずに。そこは何だ、復活か回復か。あ、エンゲージカウントが溜まるみたいなやつなんだ。じゃあやっていきましょう。こっちルートで行ったらいっぱい戦えるかな。鉄の槍、鉄の弓か。いっぱい戦いたいので、とりあえずこの敵がここで戦う。あ、これ強いぞ。待って、クラン強いな。これは、あ、でもね、最初の魔導士ってあんまりなんかがっつり強くならないイメージだったんだけど、そうでもないのかな。で、私ね、ここに行きます。ここで待機しまして、で、弓が来ちゃうかな。ここで待機するか。あと大丈夫でしょう。で、ここでまあ受けてもらいつつかな。ここにしようかな。ここにしよう。茂みに入られちゃ嫌なので。あ、入られたー。うわー、ね、当たるんかい。よし、来い。当たらないぞ。33%は。ただ槍か。
槍は使わないようにしよう。こうかな。せっ、あー強い。33代目の実力です。はい、オッケー。そしたらやーどう、 64% か。ちょっと微妙やね。ああ当たった。よしよし。ああダメか。ただこれで出るしかないはず。ここで、あ回復いけるじゃん。回復しようか。ちょっと仲良し度がね上がりにくいんだよね。助かりました。レベルも上がりにくいしね、回復だけだから。とりあえずこれでいいかな。終了。え、これで1個出るしかないだろう。よく連携が取れているわね。そろそろこちらからも仕掛けさせてもらおうかしら。マジ？行きましょう、シグルド。マジか。うわ、待って、飛ぶのはずるくないか。それはルミエル様、主たるあなた様に刃を向けることをお許しください。そんなにかしこまらないで。今のあなたはあの子の騎士よ。待って、髪の色が違う。私のためにも全力で来てちょうだい。うわー、バンドレタイルミエル。何？強すぎ強すぎだよ。あ、離脱ができるんだ。一気に距離を詰められましたよ。あの機動力が紋章師シグルドの強さのようです。なるほど。敵に回すと恐ろしいですな。なるほどね。さあ来るがよい。うわー一気に来た、一気に来た。うわー、おい待て。でもお母ちゃん倒しちゃうと終わっちゃうのよ。エンゲージするか。エンブレムエンゲージ。マルス頼んだよ。さあこれでスターナッシュネイピアで一気に倒してしまおう。みんな見ていてください。よし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 。生き延びることができました。レベルアップだ。実力が、うわでもノベルツいいじゃない。絆も深まりました。畳みかけブレイクさせた後 50% の追撃。強い。でここでですね、私はそうですね、チェインガードしてもらおうかな。ここは回復ですね。回復しましょう。ちょっと、はい、間に合うかな。これ死んじゃうかもな。でも受けだから受けてもらわないと困るので。万全ではありませんが。傷薬使って受けに徹します。で、この子とりあえず攻撃します。よしよしよし。見ていてくれましたか。うわレベル上がんない。さあお母さんが私に来る。この感じさっきと全然違います。本気なんですね。ええ、手加減はしない。だからこそあなたが私に勝ってくれれば嬉しいわ。うわエンゲージ中だ二人とも。その戦う姿とても懐かしいわね。お母さん感極まっちゃってる。よっ、やっ、でも申し訳ないけど私あれよ、
マルスと今絆で結ばれてるから。いやこれ特攻取れちゃうな。うわ特攻強すぎ。負けるわけにはいきません。おーいいねいいね。さあ来るがいいわ。あれずるいんじゃない、お母様。それはお母様ずるいんじゃなくて、でもいける。レイピアレいけるぞ。うわー待って、なんか回復したぞ。絆経験値アップ、絆経験値アップのところで一回回復を入れてもらおうかな。これでね、どんどん回復してってもらわないとレベルが上がりません。ありがとうございます。いいですよ、やっていきましょう。そしてここで、いや、いいねいいね、スラン、頑張れ。えい、私の負けね。あなたたちの勝ちよ。強くなったわね、みんな。やりました。お、いいじゃない。うわ、いいね、マージ。思った通り強くなれましたよ。不戦勝率はちょっとだったけれども、 MVP はクランです。まあそうなっちゃうよな、遠距離使えんのこの子だけだもんな今。みんなお疲れ様。私とシグルドを破るなんてさすがだわ。これにおごらず今後も腕を磨いていきましょう。よく頑張ったわね。ありがとう。はい。緊張しました。ルミエル様と戦うなんてまさかの展開すぎて。でもでも無事に勝利できてよかったです、うん、目覚めたばかりでいらっしゃるのにどんどんとお力を上げておられますの。もうめっちゃ褒めてくれるじゃん。この剣をあなたに授けるわ。マジで？やばい、もう強い剣もらっちゃったかもしれん。何？これは、え？あなたが使っていたママの剣。神竜のみが扱える由緒ある剣よ。ずっと私の愛剣だったのだけど。え、待って、もういいんですか？伝説の剣いただいちゃって。きっと今のあなたになら使えるはず。私に勝ったお祝いとして送らせてちょうだい。ありがとうございます。必ず使いこなしてみせます。そうね。それからこれも。なんだこれ。指輪。これも紋章師の指輪ですか？これは私が作ったただの装飾品。約束していたの、眠る前のあなたと。待ってくれよ、指輪多すぎだって。指10本しかないんだよ。ネックレスにしてくれなかったかなママ。約束。何してたの約束。お誕生日にあなたに似合う素敵なものをプレゼントするって約束。あ、なんかさ、もうダメだってそういうさ、当たり前のさ、なんかもう当たり前の日常とか挟んでこないでくれよ。もう絶対お誕生日だったじゃん、もうちょっとで。ママ絶対作って待ってたじゃん。なのにごめんな、寝ちゃって。内緒で作っていたのだけれど、ごめんなママ。てしまったから。ママ寝ちゃってごめん。あの時に約束したお誕生日はとっくに過ぎてしまったけど。1000歳になっちゃった。もっとかも。これをあなたに。ありがとうママ。それは。待って待って、断んないで。え、その指輪には大切な約束があるんでしょ。残念ですが。今の私に受け取る資格はありません。なるほど、なるほどね。もし分かったなら、記憶を取り戻した時の私に。そうか。いつか全てを思い出した時、もう一度渡してください。そうだな、でもそうだよ、そうだ、忘れてた。記憶を失っていることを忘れていました。全てを思い出した時。絶対思い出すから待ってて、お母ちゃん、うん、待ってて、大丈夫だから思い出してくる、ね、私と戦ってみて何か思い出したことはある？ごめんなさい。
うわ、全然だと。お母さんちょっと辛くない？いいの、謝らなくていい。すべて思い出さなくったっていいわ。それでも、もし私を少しでも母だと思ってくれるのなら、その時は母さんと呼んでほしいな。私は母さんって呼んでたのね。母上とかじゃなくて母さんって呼んでたらしい。千年前のよ。わあわあ、ちょっと思い出せよ。なんで忘れてるんだ私。おバカさん、なんで忘れちゃうんだ。ごめんなさい、今のは独り言。親子としての時間を過ごしたくて、つい。いや、そうだろう。お母さんの気持ちにもなってみろ。あなたに会えて嬉しくてわがままを言ってしまったわ。だってお母さんって呼んでもらえないんだよ、忘れてるから。そんなことってあるかよ。わがままだなんて、そんな。こっちだよ、もう物忘れが激しくって。すっかり困らせちゃったわね。今日はもう休みましょうか。いや、なんかもうママが大人すぎても辛いわ。ママの気持ちにもなっちゃうよね。起きたらまたゆっくりお話ししましょう。うわー、マジかよ。ちょっとなんで忘れてんの私、ね、約束。指切りしてくれる？ほら、まだ私は子供なんだよ、ママにとって。はい。あ、母さんか、母さんにとって。でも切ないわ。リベラシオンを手に入れた。はい、じゃあお話ししていきましょう。ママー、あ、母さん、今日はゆっくり休みなさい。後であなたの部屋に案内するわね。さすがですな。見事な戦いぶりでございました。今後もあなた様の騎士として共に。え、ずっとくっついてきてくれるのかな。いや、でもなんかさ、最初でこんだけ強い味方ってどっかで、ああ、ユニットとしては失われちゃう気がするんだよ。うわー、やだな。なんかワンドレに思い入れをあんまり作りたくない気がする。兄ちゃん、少しはお役に立てたでしょうか。もう君が MVP だよ。これからも頑張りますね。頑張ってくれ。ほら。私ももっと強くなりますね。君は魔法弓が使えるようになったら化けるって信じてるから大丈夫。今は一生懸命回復に専念してレベルを上げてくれ。そして魔法弓必ず取ってやるからな。鉄の小石、これあれだな、レベルアップとかできるやつじゃない？探索しようかな。あ、ここだけなんだね、見れるのは。アイテムもうないかな。アサゲだな、アサゲだ。あ、ダメダメダメ。わー、すごいね。召使いとかいるのかな。ていうか神竜は私だけなのか。いや、そんなことないよな。おい、猫がいるじゃない。うへ。こんにちは。あれ、あんたここに住んでんの。いいとこだね。で、こういうところに落とし、ないわ。マジか、生き物が普通にいるのいいな。前回のね、風化雪月も学園内にワンちゃんとか猫ちゃんとかいましたけどね。すごい好きだったんだよな、そういう雰囲気が。まあ、今回の落とし物というか、あそこにもある。ああいうの拾っていかないとさ。ちょっと右側に黒猫がいたような気がして。よいしょ。ベリー、なんだろう、料理ができるのか。さあ、ということで次の章に進んでまいりましょう。